よし、じゃあ一人一人お話をしていこうか。うん、ほんとね。ねえ、すごいよね。ちょうど神の木櫓でお祭りを始めたところ。うんうんそっか、うん。いや、感じた？いにしえの怪物が断末魔の叫びとともに消えゆくの、あのスサノオという男、なんと苛烈な点を持っておることか。スサノオに新たな運気の流れを感じる。あ、スサノオこれからもっていうわけではなく、もしや来い。スサノオの恋運が気にかかる。かかるかかる。ちょっともはや親心はて、あの男この村には帰ってきてるはずなのだが、どこにも奴の気配を感じない。どこかで密かに思い人と語らってるのかもしれぬ。そっか、だよね。ちょっとそれはあれかね、なんていうん、野暮かね。いやー、しかし、いやしかし、ここまでさ、こう来たんだから、ちょっと幸せなところを見て、私もその幸せを食べて腹をくくらせたいなみたいなね。一応見ようかこのクシナダちゃんって前からオープンだったっけ久しぶりにスサノオのお家。いや、ここにいたんだよね、スサノオ。まさかね、一番最初にここに来た時こんな展開が待ってるなんて全然思ってなかったな。橋を渡りまして、あ、何してんのポカリとコウメ、なんだっけ、ハヤブサ覚えてんだけど、なんだっけあ、お酒飲んでるの。あ、名もなき男さん、はいはい、ねえそうだね。うん、うん、そうだね、目の前にいるよはいはいはい。ああ、強いものに憧れ奮い立つ男はそういうもの。ポカリを、いもいも大きくなるがいいあ、おきのちゃん、おきのちゃんって達者ですよ。あ、完売御礼なんだ。そっかそっか。三日月を見ても思い出すかぐやのこと。あー、狼さんはかぐやのことなんか知ってる？え？え、何？あの、かぐや姫の話え、かぐや姫ってどうなったの最後。月に帰ってそれだけ。かぐや姫さ、なんかアニメのあれあるよね、あの墨絵のアニメのやつ。あれあれ悲しかったけど、でも記憶が消えた方がいいんかね、どうなんやろう。知ってる、知るわけないでも知らないもんな、正直に言うか。やっぱりそうだよね、いきなり知ってたらすごいよあー、両方聞けないタイプか。聞けるんかい。知ってる、嘘ばっかり。だいたい狼さんに人間の言葉がわかるわけないでしょ。じゃあ聞くなよ聞くなよ、聞いてほしい時だってあるんだよね。うんねえ、スサノオのおっさんに随分助けられたうん、ハヤブサも守ったじゃん。なんだっけ名前自分のことで精一杯で、いや、そんなことないよね、大切なもん守ったじゃねえかだよねそっかうん、そう、虫飼いそっか、うん、そうだね。
よ。こっかり、こっかり。かけっこなら負けないぞ。虫飼いと遊ぶのもこれが最後かもしれない。そうなんだ。あー、海に出るっていう話？スタノーみたいな大きい男になりたい。なるほど。これはどういう感じなの？誰もいないよね。だって神のなんちゃらなんちゃらに行ったんでしょ、みんな。まあでも一応見ていこう。よし、家には誰もいなかったっていうことで、ここの村にいるのはあの4人だけかな。あー、ここから上げてるんだ。わー、すごい、すごいね。すごいね、たんまり作った。話しかけて大丈夫よ。っうん、遊びに来たよ。いいと思う。うん、花火師玉屋行きます。大輪一番星、天かける伝説、ブラザーズの舞。うん、どうどーん。おー、いつもだ。今のスタノ、あー、ブラザーズだ。ありがとう。もう一回話しかけ、何発でもあげるぜ。いきます。何発でも見たい。山ちゃんがめっちゃ可愛い。いっすいるの嬉しいし、トリオですね。うん、さくや姉ちゃん。無情の喜び、オロチ伝説に本当の終止符が打たれ、村人たちもこうも盛大に神への感謝の誠を捧げております。今宵は私もこの趣向けに酔わせていただきます。そっか、2回話しかけたくなる。なんとめでたい夜でしょう。はーい、わーい、わーい。花火綺麗だね。この二人ずっとこう私たちが移動するたんびにいる系の人たちなのかな。うん、よし、反対側に行きます。こっちにみんないたらスザノオたちどこにいるんだろうね。やっほー、あ、踊ってるばあちゃん。そっか、うん、あー、ほんとみかんばあちゃん優しいよね、心が。たーまやどーん。あ、肉球、大根。2個目なんだったんだ。もう一回話しかけてたら、もうたーまや。この幸せって何、増えてる。325だった気がするよね。2個目なんだろ、これ。みかんでもないし、銀玉のジャストウェイに見えるんだよね。それにしても、クシナダが作ったこの新種、雷撃機種っていうだか、程よい辛口でグイグイ進んで、いつの間にかもう空っぽ。
こんなに美味しいんだね。うん。ねえ、ほんと。深夜は現実なんだよね。草野のやついつも怠けてばかりで、部門の直れとか憂いておったのに、あやつが武闘装束に身を包み、扉を蹴破って飛び出していった姿は、まさにあのイザナギ様の浮き写しだっちゃった。もうまさに私もずっとそんな気持ちなんだけど。いや、まあまあまあね。ね、どこ行ったんだろう。あ、足折りの酒の代わりにこの花様に花踊りを捧げているというのに。ねえ。あ、そうなんだ、イッスンの故郷。うん、いつまでものんびりしてられない。今、自分が使える筆技を全部言えるか？言えない。我流、一閃、光明、桜花、手形玉、それから水郷、月光、疾風、グレン、そんなに覚えてんだ、私。なんとか9つは集まったものの、あと4つの分身様の迷子。13人いるってこと？うん。中津国の田舎の方もあらかた探し尽くして都会に出るか。とりあえず、おろつ騒ぎも一段落ついたことだし、そろそろ都の方にでも出向いてみねえか。人が多ければ筆技の分身様たちも分身様たちも集まるかもしれないからな。あれって何？ああ、スザノオたち？確かにスザノオのおっさんとクシナノお姉ちゃん。あの二人の姿がさっきから見えない。まあ男と女が祭りの最中にどこかへしけ込むってことは、その二人がただならぬ仲だって証しない。ほっとけほっとけ。ほっとけない。今の面白い。悪用よりも太刀の悪いもの。変な虫がついてます。どこにもいないのかな。ちょっとマジで探したいんだけど、野暮なんかな本当に。向こうにいたりしないかな。一応行ってみるか。いやー、いないよね。あれ、ここって光ってたっけ。なんかあるたびにここってなんか、夜に来たことがなかったんかな。ここ、佐野の家の裏のとこです。単純に多分私が夜に来たことがなかったのか。いや、いないよね。他になんか場所あるっけ。待てよ。これいるんじゃない？あ、いた！いた、見つけた！いやー、ごめん、野暮だけど。ここにいたのね。めっちゃもじもじしてんじゃん、スザノ。いや、クシナでももじもじするって超かわいい。あら、シロちゃん。それに、スンちゃんも。あなたたち本当に頑張ってくれたわね。私一人じゃない。村のみんなに平和が戻って。なんてお礼を言ったらいいかわからない。何言ってんだい、クシナの姉ちゃん。この妖怪だらけの世の中、頑張ってない奴なんて一人もいねえや。だからお互い礼なんかいい子なしでさ。それにしてもシロちゃん、あなた本当にただの狼さん？壊れた水車が突然治ったり、泉の水が酒樽に入ったり、あなたが来てから不思議なことばかり。それに喧嘩もあんなに強いし。喧嘩？ああ、オロチとの大喧嘩のことかい。見られてたんだね。本当はこの世の平安を見損わす神様だったりして。でもあんまりみんなで大騒ぎしたら、シロちゃんびっくりしちゃうから。シロちゃんの活躍、村のみんなには詳しく話してないの。だ
からいつまでも私たちの村でゆっくり暮らしてね、シロちゃん。なんというクシナナの優しさ。お祭りね、楽しんだよ。文字文字なあ、まこ、お前すっぽ抜けてるから気づいてないみたいだけど、こういう時は二人だけにしといてやるもんだぜ。いやー、そんな佐野さん、お前ポチ、また我の居場所を目ざとく駆けつけよったわ。だってインスンがさ、その佐野のちっちゃい像の方を見た時に、これな、大きい方もあるんだよなって言ってたから、あっと思ってひそかにあっと思ったから。しかし、まあ主にはそのいろいろ世話になったな。いかに我がイザナギの血を引く古今無双の大剣士とはいえ、主という家来がおらねばこの偉業は成し遂げなんだところだ。家来その働きをたたえ、ここで主と兄弟の契りを交わそうではないか。兄弟遠慮などするな。では確かにこのイザナギ像の尊前で誓ったぞ。うん、大剣士スタノーと霊剣ポッチは今より兄弟となったのだ。いやー、めでたいなあ兄弟ねえ嬉しい。おっさん、こいつは犬じゃなくて狼だって。そこそれにちゃんとアマテラスって名前が。銀玉虫、お前も我の兄弟をよろしく頼むぞ。妙な地キリンな熊鳥などしておるが、俺でも劣気とした狼様なんだからな。はあ、なんだってからの文字文字。それからこの神木村の陣場はこの我が守るから審判はいらんぞ。見よ我が愛犬桃園木改め霊剣スサノオ。いや、最初の当て字のスサノオより断然かっこいいわ。スサノオかっこいい。こっちとスクリーンショット撮っとく。幾多の戦をくぐり抜け霊力を宿したこの剣で妖怪など一刀両断。どうだ、羨ましいか。お前のその人気より強そうだろう。あ、忘れてた。やっぱりおっさん、もしかして最初からアマコウの姿が、ああ人気を見えてるってことか。なるほど。はあ、そうなんだ。へえ、さすが子孫だね。もう三角使ってないからな。かっこいい、見てかっこいい。私青好きなんですよ。すごい好みの青だわ。なんだ、まだ我に用事が。うん、めっちゃね、なんか絡みたがりなんだよね。まったく我がおらねば何もできないやつだよ。ご本いいか、お前たち。今クシナダちゃんと大事なところなのだ。おう、さっさとあっちへ行かんか。心なしか振り仮名の方が大きいんだけど、まだ我に用事か。そっか、終わりか。もじもじ二人で頑張って。いや、見つけられてよかった。あ、そうだ、なんか調べたら、あ、今回は調べられないね。よし、じゃあ邪魔虫だし帰るか。これだけだよね。というわけでですね、関所から都会に行くんだよね。行きたいところなんですけれども、手配所ってどこだっけ？あ、これ。これをやってから行きたいなぁ、と思うので、まあ、酔いが使えるわけですし、ひたすら夜にしながら探して行こうと思います。村祭りが終わって、一応これ見ていくか。まとっているサレ神戸。あー、あれ、サレ神戸っていうのね、殺めた人のサレ神戸だ、とか。容器の塊。
うろあまろじゃくの絵巻物を見るときは、され神戸を一度筆で払って鑑賞するのが習わし、あ、まるでやってなかった。筆がない場合は、指を筆に見立てて、横一文字に払うといい。見るのが遅すぎた。へぇー。はぁ。あーなるほどね。水と思ったけど、そっか、火は風で消えるね。なるほどな。へえ。うん。あ、赤かぶと。甲冑を壊すなり外すなり。はぁ、あ。神風が降り下ろす間のみ、炎が消え、真の姿を表す。ヤマタノオロチ。100年前に知らぬ糸、イザナギに封印されたはずの大蛇。8つの首を持つ。背中には鐘を乗せ、生贄に煩悩の数である、108つの鐘の音を聞かせ、心を惑わすと。うんうん。水の首は水浴びしてるところを叩いて挑発し。あー、そっか、そういう感じなのね。あー、雷の首は姿を見失ったところに一撃を食らえて。まあ確かに知ってたけど。見失うなよっていう話よ。あー神風使わなきゃいけなかったのか。なるほどね。その発想は全くなかったわ。完全に避けようとしてたわ。なるほどね。ダメダメだな。全然使ってないね。そう考えると。でも、筆、インクどうだったっけね。肝心な時になくなったら嫌だし。まあ結果おれ、結果おれ。勝てたんだから。これ最後じゃないよね。まだ続きがあるよね。魚図鑑。これ埋まる日来るのかな。コカリコカリの体力を求むなんだけど、フィットボクシングしてくれんかな。よし、こんなもんか。じゃあ妖怪探しに出かけたいんだけど、なんか言うかな。神木祭りも今年はこれで見納めだい。また来年もみんな元気で祭りを始められる、楽しめるといいな。さて、オイラたちもそろそろ都を目指して旅を再開と行こうぜ。あと4人、迷子の分身様を探しに出発だ。おぉ。新しい朝。あら。かぐや姫。はい、大業を成し遂げたもうたばかりで旅立たれるとは、この昨夜誠通信に耐えない。見送りね。中津国を見すなわすご神木の聖林者心配症。うん。おぞましき陽気の渦が立ち上るの私ははっきりと見た。この度の騒乱で私が感じていた強大の陽気はオロチではなく、得体の知れない別の何か。はい。ね、綺麗になったね。至る所で生ける者の悲鳴が聞こえる。とりわけ、高宮平のお羽橋を渡った向こう。漁師マハラの都から聞こえる教官はまさに地獄を思わす。なんか、流行り病がどうとかって言ってたよね。オロチのムクロより現れ入れた陽気の渦のいくつかはその都の方角を目指して飛び去った。いやー、旅は続くよ。幾多の困難が行く末に待ち受けようとも、
狼たるあなたならば必ずや大義を全うされたもうに違いない。あなた方の歩まれる道々に花の顔の守りがあらんことをお祈り申しております。天照大神、そして一寸、行く久しくお健やかに。ありがとう。まあ確かにね。まあ花からそう簡単に筆技が集まるとも思ってねえや。都を目指してまずは高見らダイアナの関所行ってみよう。了解。うん、その前にわしら妖怪絵巻をやりたいんじゃ。じゃあ夜にして、ここはあと一匹ですね。あ、そうだ、初めて使うんだ。どう強さ。なんかすごい、なんだろう。あ、そうだ、これを払うと。払ってる？なんかね、すごいね、力強さを感じる武器に。よっしゃー、これお金？さあ、キュッ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 だよね。私もね、そんな気がしてたもん。150か。いや、こっち行きたいな。なんか買っとくか。じゃ戻って買うか。せっかく勢いよと言ったけど。